海を見ていました。この国の海は穏やかですね、シロ。え？ああ、ここは内海だからな。遠くに行けば、もっと荒い海もあるよ。私の故郷の海は風が逆巻くとまるで銭湯の白馬がたてがみを逆立てて走るようでした。あるいは白亜の岬の上から遠くの陸地を眺めれば海霧の向こうに長く続く対岸が見えた。いつか私の国に平和が訪れれば、船に乗って異国の大地を見てみたかった。大陸から来る騎士たちの語るガリアの黄金の平原、エリンの民の住まうヒベルニアの緑の丘、あるいは吟遊詩人たちの語る歌に編まれた遠い大地に私の旗を翻し、未知の文物をこの目に収めたかった。そういうことを思い出していました。私は恵まれている。未練ではなく良き思い出としてこうして眺めることができるなんて、どんな奇跡が働いたのか。私はかつての国を思い、シローのいる国で今も記憶をつなげている。この地は私を包み込むように暖かくていい。いずこの大地も住めば都と言いますから。いつかシローにも私の故郷を見せたいものです。たとえ時代は変わってしまっても、あの緑の丘には私たちが生きた時代の息吹が残っていると信じたい。シロ、どうしたのです？辛そうな顔をして。何か、あなたを困らせるようなことを口にしてしまったのでしょうか？そうじゃなくて、セイバーがそんな風に故郷の話をするのが初めてだったから。故郷は遠くにありて思うものだったっけ。誰の歌かは知りませんが、その郷愁はわかります。誰しも離れてみなければ自分がどこにいたのかはわかりませんから。ああ、それは。
離れてみるまではわからないか。けど、なんていうかな、この町で育ってこの町で暮らすのが当たり前すぎてさ、どこか遠くに行っても結局はここが帰りたい場所のような気がするよ。はい、その言葉にはシロウの在り方を感じる。異国で故郷を思いながらも、あなたの心はこの町にあるのです。それが正しい。誰にとっても故郷とはそういったものなのですから。そうだ、そういえば魚好きだよな。ええ、特定のものを除けば好みですが、もしやシロ、ここの港には魚市場があると？いや、さすがにない。あー、でも秋の魚はいいな。サンマにユズ。この国の情緒ですね。期待しています、シロ。ああ、尽力しますと。セイバーはどっか寄ってくところはあるのか？いいえ、特にはありません。そろそろ戻りましょう、シロ。たまたま通りかかったんだ。そういうさくらこそどうしたんだ？家の鍵でもなくしたのか？大丈夫ですよ。いくら渡してもそう頻繁になくしたりしません。それにですね、なくしても一人で開けられるからへっちゃらなんです。なあ、それシンジはどうするんだ？どうするって、兄さんなら鍵持ってますよ。玄関のと居間のとトイレのと自分の部屋の。
最近シンジのキーホルダーが慣習みたいになってたのはそういうことか。で、鍵をなくしたわけでもなく、鍵なんか必要ないさくらは玄関で何してるんだ？おじいさまが、お客さまが来るから玄関で待っていなさいって。なんでも遠方からのお客さまで、本当は塩をかけて追い返したいんですけど、立場上もてなしてあげなくてはいけないのだとか。複雑そうだな。造券のおじいさんのお客か？それが本来なら姉さんのところにやってくるお客様なんだそうです。でも姉さんは留守にしているから、代理としておじい様に挨拶をしに来るとか。そりゃ邪魔したな。変な因縁つけられる前に帰るよ。助かります。姉さん、先輩を教会の人にも、教会の人にも見せちゃダメだってよく言うんです。あいつ、保護指定動物だから、とかなんとか。じゃあ、一足先に家に戻ってる。遅くなるようだったら電話してくれ。迎えに来るから。はい、必ずお電話しますね。なあさくら、お客様ってどんな人なんだ？新しく派遣された監督さんだって話です。正式な辞令が降りたら、教会の司祭代理として引っ越してくるかもしれないって、おじい様が。さくら、じいさんがいなくなるの寂しくないか？あの人、さくらを可愛がってくれてたけど。そうですね。けど、後任が決まるまでの間って聞いてましたから。なるほど。これは半年前の再現になるんだ。気まぐれで選んだんだけどな。ま、何事も経験だ。
異常なし。次行ってみるか。さくら、いるか？先輩ですか？ちょっとダメ。いや、いいです。はい。おい、忙しいなら後にするけど。そんなことはありません。はい、どうぞ。ん？それじゃあ、お邪魔します。お待たせしました。先輩、どんなご用ですか？あ、昼の相談に来たんだ。ちょっと早いけど、早めに来れば、さくらとのんびりできるかと思って。それは、ありがとうございます。いや、お礼を言われるようなことじゃないけど。はい。それじゃあ、ゆっくりくつろいでいってください、先輩。悪い。なんか立て込んでたみたいだけど。違うんです、ちょっと二度寝しちゃって。でもですね、先輩のおかげで目が覚めましたから、ぐうたらさんにならずに済みました。その意味でありがとうございましたというのはどうでしょうか？ああ、そういうことか。なら遠慮なく。少し強すぎました？え？別に冷房も暖房も。先輩も香りに気がついたみたいで、少しフレグランスを使ったんですけど。
そのちょっとつけた方がいいかなって。いや、まあ似合うと思う。東作の場合は変な薬の匂いをごまかすためにつけてるけど、さくらは違うんだろ。私は見よう見まねです。姉さんはいろいろやってますから大変ですよ。なるほど。けど俺には似合わない話かな。さくらと遠坂がしてる分には聞いてて華やかだけど。そうですか。男性でもコロンとかちゃんと使うと素敵ですよ。つけたらセイバーや三つ釣りあたりに男が香水臭いなんてダジャクだと怒られそうだ。三つ釣り先輩は怒りそうですね。三つ釣り先輩、先輩のこと神格化してますから。でも似合うと思いますよ。ライダーもちゃんと専用のにしたいんですけどね。あんまり気を使わないからな。いろいろ大変だな。しかし、増えたな、この家も住人が。そうですよね。私がこっちにお邪魔するときには賑やかでいいなと思ったんですけど、ここまで増えるなんて思いませんでした。誰か出かけるとあっという間に誰もいなくなる家だったな、ここも。ですね、こんな広いお屋敷に先輩一人なんだって最初は結構びっくりしちゃいました。そうだったか。さくらの家も随分と広いけど。いいえ、先輩の家の広さと私の家の広さは違います。マトウの家は初めから人嫌いですけど、ここの部屋たちはすごく満たされたがっていました。ライダーもこっちの方が落ち着くって喜んでくれましたし、セイバーさんだってきっとそう感じ取っているはずです。そうなのかな。俺は合宿所みたいになったとか、分担するようになって掃除の手間が省けたかなとか思ってたけど。昔は大変でしたよね、先輩の家の大掃除。今年の年末の大掃除は随分楽ができそうだ。
ーはお掃除得意ですよ。だから大船に乗ったつもりでトーンと。しかし、はい、昔みたいに静かなのが懐かしいと思ったことはないか。先輩と二人っきりになれないのはちょっと残念かなって思います。そうか。いいです。お料理もたくさん作れますし。そうだな。ちょっとお風呂の順番が大変だったり、お洗濯物が多かったりしますけど、全然平気です。あ、その辺も善処しよう、二人で。私の静かなのが懐かしいんですか？あ、いや、そうでもないかな。昔は昔で今は今だし、いいところ悪いところは半々だろう。ですね。私ももっと賑やかでもいいかなって。今度は誰が来るんだ？誰が。イリアちゃんと藤村先生がこっちにお引越ししてきませんかね。イリアは大変そうだ。しかしどちらにしてもだ、さくら。はい。人数が増えても減っても我々台所組に対しての期待と責任は大きいからな。努力しよう。腕の振るいがいがあります。食欲の秋だしな、今は。そうですね。まだまだ私に教えてくださいね、先輩。さくら、就職どうしようか。台所に行ってから考えましょう。先輩と二人ならどんなお料理もできちゃいますから。そっか。じゃあ他の昼食メンバーが誰か確かめてくるか。
何してるんだ、ランサ。もしかして日向ぼっこか。な趣味はねえよ。追い出されたから花壇に水やって、道に水まいて、やることがなくなったからほうけてたんじゃねえか。追い出されたってなんでさ、中誰かいるのか。ああ、誰か来た。ただの客か、琴峰の後釜か。野暮ったい僧侶の格好していたからな。教会の人間なのは間違いないんだろうが。教会の人間、そいつがあんたを追い出したのか。そうだよ。調べ物があるんでしばらく席を外してくれと。なんでか苦手なタイプでな。ま、ほっとけばすぐに帰るだろうから、こうして暇つぶししてんのよ。ランサ、中入っていいのかな。いいんじゃねえか。俺は門番を任されたわけじゃねえし。なんだよ、誰もいないじゃないか。ランサー、誰もいないぞ。裏手から帰ったんじゃ。な、暇。そこを、あと一歩で首を落とすことになるぞ。あんたも暇なんだな。もうここを守る必要はないのに、律儀に役割を果たしている。ん、それとも何か、もしかして仏像泥棒とか多い？
盗っ人はとんと見かけぬが、違うものならよく通るぞ。そーら、今もお前の横を通り過ぎた。やめてくれ。寺で幽霊の話なんてご法度だ。ただでさえ一人ぼっちでおっかないんだから、脅かすのはなし。なあ、もしかして本当に出るのか、ここ。出るとも、お前が気づかないだけだ。私も生前は真っ当な百姓だったからな。霊感などあるわけもなし、同業を見るのはここに来てからのことになるが。知りたければ一度死んでみることだ。ここの目狐ならば臨死程度二つ返事で引き受けると思うが。お断りだよ。キャスターは今一つ信用ならない。なんか初めは善意で引き受けてくれるけど、仕事中に悪知恵ひらめいて土壇場で裏切りそうな気がする。違いない。あれがサーヴァントのいでたちをしているときは気をつけるがいい。しかし、今宵は何用だ。つまらぬ用向きなら昼にしろ。門番たる責務はないが、霊樹の縛りは働いていてな。この時間に外から来る者には加減できん。ああ、そうか。あんた、霊樹でここを守ってるんだっけ。帰るよ。退屈の邪魔をしてすまなかった。なんだ、冷やかしであったのか。あんたが守ってるなら大丈夫。今度来るとき覚えてたら土産でも持ってくるよ。それはそれは。ならば、見目麗しい花を一つ、いや、二つ、所望しよう。不満があるわけではないが、こう月ばかりでは、男が廃るというものだからな。